パシュパクル殿の遺髪となります。そうですか、あの人は。嘘だ、父上が、父上が死ぬはずがない。アシュトル、嘘だ、嘘だ。あの日のことは今でもよく覚えている。あの日もいつもと変わらぬ朝だった。あの死者は遺髪を出し、親父は殉国したのだと告げた。立派な最後だったと。俺は親父が死ぬはずないと泣きわめき、その死を受け入れるのに長い月日を必要とした。今考えると親父の死を受け入れられなかったのは、その亡骸を見てなかったからかもしれない。その死んだはずの親父が生きている。だとしたらなんで帰ってこなかった。知らせ一つもなしに。なぜ。わからん。それに何かが引っかかる。大切なことを見落としているような。あ？ちょっと待て、あの子は親父のことを父様と言っていたな。なのに猫のよりも随分と年上だったぞ。ならばパシュパクルが娘シューニャ押して参るぞ。パシュパクルが娘、まさか隠し子。どうしたの、シュトル。顔色が悪いようだけど。いえ、何でも。言えない。そんなこと口が裂けても母上には。少し外で素振りをしてきます。あら、こんな夜更けに。いや、兄さんも、私も散歩。猫ね、いい子はもう寝る時間だ。行ってらっしゃい。大丈夫だと思うけど、夜道には気をつけなさいね。はい、行ってきます。ここで待っていると言っていたが、シューニャ、シューニャ、いないのか。シュウ、血の跡。まさかシュウニャに何かあった。シュウニャ、シュウニャ、どこだ。シュトル、遅いよ。その怪我、何があった。
ちょっとね、大したことじゃないから、かすり傷だよ。そのどこがかすり傷だ。ほら、手当てするから傷口を見せろ。オルケ、いや違う、追いつかれちゃったな。奴ら何者だ。私を追いかけてきた人たちだよ。うまく巻いたと思ったんだけど、見つかっちゃったみたい。ごめんね、オシトル。こんなことになって。目的は私だから、オシトルは行っていいよ。オシトル？ならばなおさら引くわけにはいかないな。オシトル。気にするな。それにシューニャには聞きたいことが山ほどあるんだ。やっぱり父様と一緒だ。やっと追い詰めたぞ。そこの貴様、おとなしくその娘を我らに渡せ。さもなくば。渡さぬ。モノノフとは義の生き様なり。まだ幼い少女を傷つけるとは、貴様らに弁明の余地はない。断じて許さん。何を。邪魔をするな。構わん、こいつを殺して奪うまでだ。シューニャを傷つけた罪、あがなってもらう。死ね。大丈夫。なんてね。
登場だ。こいつらは一体、間違いなくこのエンナカムイのものじゃない。それどころかこの格好、ヤマトのものかどうかも。それにあの様子、妙におかしかった。オシトル、こっち。待て、怪我をしているのにあまり動くな。大丈夫だよ、こうすれば問題ないから。おお、こりゃすごい。一瞬で治癒するばかりか、衣服までも元通りとか。呪法使いとはこれほどまでなのか。携帯食で悪いが、食べるか。これ何？ノヤリムサの実を干したものだ。疲れた時にはこれがいい。慣れるとこの酸っぱさが癖になるんだがな。うわ、酸っぱい。でも甘い。ねえ、もっとないの？ほら、残りも食べていいぞ。ありがとう。こうしていると普通の女の子なんだがな。なあシューニャ、そろそろ事情を聞かせてくれないか。あ、そうだった。なるほどな。そして気がついたらこのエンナカムイにか。うん。にわかには信じがたい話だが、なぜ親父のことを父様と。なぜって、父様は父様だからに決まってるよ。ん、隠し子説が。ごちそうさま。じゃあ行こう。待て、行くってどこへ。もちろん父様のところだぞ。